はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、八王子市にあるキャンピングカー平本さん来ております。この車ですけども、これですよね、いつも紹介してるデモカー。同じでしょ。同じ。これね、実はね、お客さんの車なの。そうなの。そうなんですよ。これだってさ、カラーリングって全く一緒じゃない。イワチブルー、でピアノブラック、で雲のお空の黒ね、だから外装は、丸切り一緒です。一緒、あとはもうほんとステッカーとかストライプとか貼るだけで、キャンピングカー平坊のステッカー貼って。あら、すごいじゃない。なんか、いや、逆に言うと、お客さんがデモカー見て、これと同じのくださいと。もうありがたい話ですね。ありがたい話だね。ね、デモカーって、お客さんの目に触れて、まあある意味一番伝えたい商材じゃない。それがもうドンピシャ。ドンピシャ。あら、もう本当ね、これくださいっていうお客さんやっぱね、結構まあまあいます。あ、いる。いる。まあでもね、それはやっぱり平野さんのね、センス、ね、センスのそう良さがそう光ってるね。出てるよということなんですけど、まあ外観はね、ほら、そうなんですけど、逆に言うと、内装はどうなの。内装はこれは違う。全然違う。だ今までね、中まで全部一緒ってお客さんは今のところね、一人もいないです。いない。いない。ってことは、やっぱり、例えば、内装色変えたり、仕様変えたり、っていうので、これも何、お客さんなんだけど、見ても大丈夫。もちろんもちろん。あのね、今はもうほとんど出来上がってて、あともうちょっとなんですよ。で、来週、予備検査行って、再来週ぐらいに今登録して、今月中に収めようかなっていう。あ、なるほど。そんな自動車ですね。はい。じゃあちょっと、なんか見てみましょうかね。で、もう一回ね、ちょっとおさらいすると、これはデモカーと一緒で、これがね、イワチブルーっていう、西伊豆イワチの綺麗な海の色。ね、白い雲、夏の雲、入道雲です。で、下回りは、ピアノブラックって言って、ソリッドのツヤありの黒。ソリッドのツヤありの黒ね。で、ホイールも一緒です。ホイールも一緒。ホイールも一緒ね。まあ、そんな車。ね、前後バンパー黒いです。で、まあ、あとはステッカー貼ったりとかね。そう、あとね、ストライプ貼って、数字って貼って、で、このお客さんのね、自分でデザインした。あら、すごいじゃない。作りますよ。あら。ね、いいね、それ。ね。うん、自分の飼ってるワンちゃんのシルエットのステッカー作れますかって言われて、まあ、そのぐらいだったら私作れるんで、で、それ作って貼りますか。あれ、平野さんとこのワンコの犬種ってあれは何？あれはね、うちはね、イタグレってやつなの。あ、イタリアングレーハウンドっていうの。ああ、なるほど。はい。ね、だからほら、もしあれだったらほら、私だったら、こう、例えば柴犬にもしたりとか。そう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 。なんかそういうちょっとアレンジ。そう。加えようと、お客さんが。あ、なるほどね。ね。で、あんまり複雑なものはちょっと対応できないんだけど、簡単なやつだったら、対応できるんで、作ったりしてます。まあそういうような、外装でございますけども。はい。内装行きましょう。内装行きましょう。じゃじゃん。おお、またこれは、いい感じのシート生地じゃない。いいでしょこれ。あ、これいいね。これね、ちょっと明るい感じで、この数字号とまた違った雰囲気でいいでしょ。これすごいなんかね、明るい。明るいでしょ。で、このお客さんも、ちょっとね、さっきごめんね、やっぱり実験してたんでね。あ、エアコンついて。エアコンもプラス。ワンちゃんいるんで。あ、はい。今、外気温が今日20度なんですよ。で、車の中がね、32度ぐらいだった。で、ちょっとね、小1時間ぐらい前からやってるんだけど、全然涼しいでしょ。涼しい、涼しい。まあ、寒いまではいかないけど、いやいや、全然涼しい。ワンちゃん待ってられるじゃないですか。まだ76だ、残ってる。76% 残ってる。はい。だから十分だよね。例えばちょっと、ね、お昼ご飯、買ってきますとか行ってきますとか言う時でね。そう、ちょっとだけ車でね、お留守番してもらう時なんか全然使えるし。全然いいじゃないですか。はい。ワンちゃんもいるお客さんで。で、これね、ワンちゃんがいると、布かレザーかね。こちらのお客様はレザーを選ぶんで。ただね、これちょっと、なので触ってみてこれ。表面がさ、少し凹凸があって、あ、本当だ。ベタつかない生地っていうのかな。はい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 。レザーって、私のもそうですけど、ちょっと汗かいてると、そうそう。くっついたりするじゃない。そうそうそう。それがこう、しづらい生地なんで、これはね、すごくいいかなと。いいですよね。なんか今のすごい触った感じもいい感じだし。そう、これ何人か選んでます、この。で、これは、ね、数字号でね、実はちょっと並べるとちょっと薄めなんですよ。数字号のデモカーの方がもうちょっと濃いめ。もうちょい濃いめ。はい。ウォールナッツ系っていうの、そんな感じの色だと思います。はい。これも高尾木工さんで色調色して、はい。で、お客さんに選んでもらって塗った色。なるほど。そうやって考えると、シート生地もそうだし、家具もそうだけど、やっぱもう、オーナーさんの好みに合わせて本当に一個一個作ってる感じだね。ね。そう。で、この、これ車パッと見て目に入るのが、カーテン目に入る。そう、私ね。これね。目に入るよね。これね。カーテンで、だいたいカーテンって黒か、まあ黒、グレー、まあ頑張ってちょっと茶色系みたいなあったりするけど、いきなり行きましたね、この色。そう。
結構、例えばほら、シートの色に合わせた色とかだったら、うん、まあまああるんですけど、うん、攻めましたよね、お客さん。ああ。これならお客さんチョイス？もちろんもちろん。あら。いや、俺ここまでちょっとお客さんにあの、アドバイスできないですよ。いや、普通はね。ね。うん。で、つける場合は、うん、あれ、これでいいのかなって、ちょっと一生思ったの。うん。やっぱつけたら、うん、この色がこう、アクセントになって、そう。あのね。ありですね。車の中華やか。ね。もともとシート生地も結構華やかなんだけど。うんうん。いや、例えばこれに、はい。黒いカーテン、もしね、はい。ぶら下がってると、うん。結構車重たいと思う。ですよね。ああ。いや、ほんとね、そう思います、これ。ね。これはね、なかなかいいチョイス。なかなかいいですよね。逆に、はい。こういう選び方できるんだっていう。はい、はい、うん、はい。いや、ほんとそう。何か一個こう、ポイントなる色、はい、全然関係ないような色。うん。それまた面白いですよね。ね。だから、気を照らってるわけじゃないのよ。うんうんうん。要は、華やかさん、こう、アクセントみたいな。はい、はい、はい。感じがするんで。はい、はい。うん。これはね、非常に素晴らしい。ね、いいですよね。うん。多分、私たちでは選べない。選べない。おじさんは選べない。ね。うん。いう感じですけど。じゃあ、もうこれもやっぱ奥様がね。はい。非常にちょっと数字も気に入っていただいて。うん。で、奥さんがこう、いろいろ選んだんだと思うんですよね。うんうん、ね。今までの話を結構聞いてると、うん。女性の方気に入ってるね。でしょうね。あの、半分よりも女性の方が多いかもしれない。ねえ。女の人が旦那さん連れてくるんだよ。うん。これこれこれ、みたいな。うん。それで決めてくれるのが多いですね。ねえ。だからそうやって考えてみると、非常に、ね、おしゃれ感があって。ねえ。まあまあ、これからね、納車だと。はい。いうようなお話でございますけども。はい。これはやっぱり小野さん楽しみに。ねえ、楽しみですね。うん、まあ、この辺のね、はい、数字号の、うん。ね、あの、刻印の入った。はい。後ろのパネルもそうですけど。そうそう。あ、そういえばさ、はい。ほら、数字号って、横のステップもそうだったんじゃなかったっけ、はい、そう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 。そうだよね。これまでちょっと、ね、ここにほら、ちょっとね、うん。数字って入ったものね。うん。だからここはもうほんと渾身の策なんで、うん、ね。だいぶちょっと力入れてますんでね。あのね、ここがほら結局ノーマルだとバンだから、うん、そう。鉄板剥き出しで、はいはい。泥だらけになったりとか、うん、ちょっと悲しい雰囲気になるのね。うん。やっぱね、こうステップ、そう。作ってるだけで、うん。ね、日頃乗れる車としても十分使えるし。そうですね。うん。いやー、この辺はもうほんとね、処理は自信があるんでね。はい。やっぱ細部までこだわって作ってますから、ね。うん。ぜひ見に来てほしいですね。ね。ありますんで。まあこれはね、お客さんの車なので、はい。お客さんの手に渡りますけど、はい。さっきこれと同じカラーリングだって作ってましたよ。工場で。そう。あれも、うん。ホイールの色が違うのかな。ああ、そうですね。ね、ホイール色違ったけど。でも基本的には同じ色です。うん。やっぱり気に入っていただいて、うん。で、あれも内装はまだ違います。はい。ありますんで。はい。そうやって考えると、うん、オーナーさんがね、やっぱりこう、なんていうの、一つ一つ自分の色にね、はい、合わせて、はい、作れるのが、まあ、ある意味、はい、数字語の良さ。そうですね。ね。はい、まあ、ちょっと作る方は大変かもしれないですけども、ね、お客さんの満足度非常に上がるんで。はい。ぜひ一緒に。そうですね。私もお手伝いしますんで。はい。ね。まあ、当然ね、これお客さんの車ですけども、デモカーはね、はい、デモカーとしてありますし、はい、ただ、平野さんもそうだし、デモカーもたまにちょっとお出かけしてる時あるんで、そうですね。ぜひ、一回連絡してもらって。ぜひ、予告してから、そうですね。ぜひ来てください。来ていただいてと。悲しい思いをしてる、帰るお客さんがたまにいらっしゃる。あ、そうなの。もう、ほんとそうなんですよ。あ、それはね、ちょっと悲しいね。悲しいじゃないですか。せっかくここまで来てね。ね。うん。なんで、ぜひ連絡いただければ。そうですね。はい。はい。と思います。やっぱりこういう映像だけじゃなくね、はい、触ったり座ったりして、はい、こう質感ね、はい、感じてもらえると、はい、非常にこの数字号の良さわかりますので、ね、はい。はい。皆さん来ていただけると思います。はい。はい。ということで、今日はですね、キャンピングカー平本さんから、はい、まあ、お客さんの車ね、はい、はい、皆さんにご紹介いたしました。どうもありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。